した。え、待って、なんで、え、なんでこんなたくさんくれるんですか。ありがとう、嬉しい、ありがとうね。わあ、ありがとう、本当に和弘さん。ちょっと今からお昼ご飯食べます。なんかやっぱ昨日のなんか疲れかわかんないんですけど、なんか喉がガラガラで朝起きた時もっとひどくて、めちゃめちゃすっぴん、やばい、ごめんの歯うん、ねえ、ありがとう、うん、くまたありがとう、うん、本当になんか待って、もうね、私3位以内無理かもしれないって、めっちゃなんかね、あのマイナス発想になってしまってたけど、めっちゃ嬉しい、ありがとう、ありがとう、うん、全然嬉しい、うん、うん、これめっちゃ美味しい、ロングフランスパン、フランスパン、うん、待ってますね、おいでおいで、コラボカフェ明日一人で店番しますおいでおいで、みんな来て来て、台風には気をつけて、うんうん、うん、そう、緊張する、ん、チケット完売してて、え、チケット完売してるんですか、多分してない、だからチケットもともと明日はなんか配ってなかった気がする、配ってたん、ありがとう、うんうんうん、うん、レインボースターありがとう、ありがとう。レインボースター、あ、明日から先着順らしいね、なんか明日から予約せんでいいみたいやで、分からんけど大丈夫リップは塗ろうかな、クリームしか塗ってないからマジでスピン、リップ塗る、ホタルイカ、え、待って、カズヒロさんねえ、ありがとう、タワー、待って、ありがとう、びっくりした、かわいい熊天使、ありがとう、
たまえありがとう。今日が劇場の BGM が鍋つから一緒。あ、じゃあアイスレモネードもかかるってことですね。お出迎え楽しみになる。咀嚼音を嫌いな人いたらごめんね。うん、ハードありがとう、ありがとう。え、こちらこそありがとう。ありがとう。うん、うん、うん。ほんまに？ん？みんな書いてる。エラーになって送れへんって。ん？なんでやろ。うん、ハイト、ありがとう。ありがとう。ん？なんでやろ。ん？なんでやろな。待って。え？え？ありがとう。え、待って、コメントできひん？え、最高、ありがとう。え、待って。和弘さん。待って。わあ、ありがとう。ありがとう。最後まで頑張ります。本当にありがとう。え、なんででしょうか。ん？なんでかな。うん。よかった。うん、どうでしょう。でも私、うん？もう食べ終わる。うん、あ、飲み込めた。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかった。美味しかったです。クッキー食べる。あとはクッキー食べる。今日これ食べる。これ食べたくて。
コメントさせて、コメントさせて、なんかもうコメント、みんなのコメント読みたいからコメントさせてあげてコメントさせてあげてよ。ひたすらかわいい、嬉しい。なんでそんなこと言ってくれるん、優しいな。ダメだ、エラーだ。え、でもエラーだって言ってるけど、みんなコメントしてきてるけどな。うん、頑張れ。うん、なんでやろ、なんでかな。え、ちょっと待って、え、やばい、待って、やばい、写真撮ってやばい、待って、お祭り騒ぎです。僕はもう少年ではなくなった豪華バージョンだ。え、ありがとう近藤和弘さん。え、お祭り騒ぎだ、待って、ね、ありがとう。え、待って、ね、ありがとう。え、お祭り騒ぎだ、ありがとう。嬉しい。ももちゃん今日ラジオ頑張ってね。頑張る。ももちゃん今日ラジオなんです。深夜ラジオ。で明日はね、あのラジオが終わったらそのまんまホテルでお風呂入った後に NGT コラボカフェで店員さんします。一人で。内田さんありがとう。偉いでしょ、一人で店員さんするんですよ、ももか。うん、偉いよね、仕事するの悪くワンオペ怒らなかった、治った。そう、一人で頑張ります。おいしいよ、しゃべるから、来て来て、いっぱい話そうよ。ちょっと待って、ごめんなさい、タワー10個のタワー10個のタワーですか。え、待って、カズヒロさん、ちょっと待って、本当にやばい、本当にやばい、ちょっと待って、ね、ねえねえねえ、ちょっと待って、ちょっと待って、本当に待って、ちょっと待って待って、私これどうしたらいいの、これどうしたらいいの。え、私これさ、すっぴんでよかった、待って、ちょっと待って、ちょっと待って、え、ねえ、はめっちゃ嬉しい、え、そ、めっちゃ、めっちゃ嬉しいの、やばい、え、ちょっと待って、ねえ、え、待って、ありがとう、え、え、ん、ん、ちょっと待って、服反対かも、あ、違かった、待って、え、言葉がちょっと、なんて言ったらいいんだろう、え、ありがとう、え、ありがとうしか言えなくてごめんなさい、え、なんて言ったらいいの、え、なんて言ったらいいんだろう、え、感謝しまくってます、え、待って、本当にありがとう、え、ね、ありが
って本当に嬉しい。ごめん声ガラガラで。え、ね、待って、面白い。え、ありがとう。待って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 、クッキー食べていい？ん、ありがとう、クッキー食べた、ありがとう。なんか何回待って、待てないよ、待てないよね、そうだよね、じゃあ待たなくていいんですけど、じゃあクッキー食べた。待って、ありがとうタワー、え、タワーありがとう。ちょっと待って、これどうしたらいいの。え、俺はさ、待って、やばい、え、待って、1位になった。え、ちょっと待って、最終日かな、え、最終日かな、生きがいだって、ありがとう。私なんかが生きがいなの？嬉しい、ありがとう、そうやって言ってくれる方がいてね、ありがとう。ちょっと待って、言葉が出なかったけど本当ね、え、待って、ちょっと待って、生きがい待って、咳出ちゃった、クッキーがむせた、ちょっと待って。え、なんかこれどうなってるの、ここやばい、むせちゃった、ごめんなさい。え、待って、ありがとうタワー、ごめんなさい、待たないよね、そうだよね、待たないよね。一旦お試し飲みますね。あ、美味しい。え、ありがとう、え、ありがとう。え、なんか、え、やばい、本当に嬉しい、嬉しすぎる。え、目がめがなんかさ、目が覚めた。なんかこのホタルイカなんかつけてるのがちょっとダメな気がしてきたな今。待って、え、タワー、ありがとう。待って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 、ね、本当にありがとう。え、ちょっと待って、お腹減ってきた、ちょっと待って、クッキー食べまして。え、ありがとうタワー。え、あ、危な、3個ボタン、ありがとう、ごめんね、ちょっとうるさくて騒がしくて、え、ごめんね、やばい。落ち着くね。ん？ごめんね、じゃあ深呼吸します。ん？ホタルイカつけるのやめるわ、ホタルイカつけるのやめるわ。もう気取りませんよね、ありがとう。え、待って、もうひよこにするね、ひよこにする。うん、ホタルイカじゃダメな気がするからひよこにするね。ひよこ顔見えないよね。え、待って、なんかホタルイカひよこにするね。ひよこ大きいんです。アヒル？じゃあアヒルでいいよ。ん？やばい。さっきのは夢だったのか。めっちゃ嬉しい。え、ホタルイカも好きだよ。ホタルイカ好きなんだけど、じゃあホタルイカに戻してあげるよ、かわいそうだから。え、すごい、みはるさん、え、待って、ちょっと待って待って、ちょっと待って、え、どうなってるの、待って、かずひろさん、くまたわ、待って、くまたわ、
熊タワーがすごい、熊タワーがすごい、え、パチパチすぎる、え、もうなんかパチパチじゃ、パチパチじゃダメな気がする、なんかもうパッ、なんか88億パチパチみたいな感じです。え、ありがとうございます。え、ありがとうね、本当に熊田は。待って、これさ、もう今からお礼したいぐらいなんですけど、え、どうしたらいい、ど、思い出ありがとう、こちらこそ、こちらこそありがとうね、こんにちは、なんかすごい本当に夢のようですね、ありがとうね、本当にありがとうね、うん、お話変わった、ありがとう、ありがとね。そう、おしゃべり会がね9月の7日と14あります。ぜひとも来てください。あと何日、あと2日かイベント。こんにちはね、コメント直ってないん？ん？なんでやろ？めっちゃ美味しい、これ食べてみて、みんな、あ、そうです、思い出した、9月実家帰れそう、嬉しい、うん、クッキー、うん、ふん、そう、よかった、帰れます、パチ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 、そう、お母さんのご飯食べれるの、うん、いいよ、楽しんできて、いってらっしゃい、ミッションって何？うん、ありがとう、たくさんアイテム。すごいよね、本当にありがたいよね、本当に申し訳なくなる、なんかこんな私にね、本当にありがとうございます、
なんだろう、みんちゃんこの8月、うん、もうサマーバッグがすごい楽しかったし、あと誕生日が初めての NGT に入って誕生日が楽しかったし、あとね、ローソン、あとね、あの特別配信の時にあのケーキ食べれたのがすごい嬉しかったし、メンバー全員にハッピーバースデーの歌歌ってもらったのがすごい嬉しかったし、奥村もか生誕祭で曲いっぱい歌えたのも嬉しかったしなんか夏はほんまに待って、うん、ねえねえ本当にさ、こんなももかでいいの、そんなねえ近藤和弘さんな、もう本当に嬉しい、もう本当嬉しい、なんかね本当にね、みんながね、なんて言ったらいいんだろう、なんかもうもっと頑張らなきゃって本当に思う、配信をするたびに、なんかねもうね本当ありがとう、本当にもう素直にね、私の配信はいつでも素直なんであれなんですけどもう素直に言うんですけども、本当にありがとうございます、ありがとうね、タワー嬉しい、ありがとう、ごめんね本当に今日声ガラガラで、なんか本当に声がガラガラで申し訳ない、ありがとう本当嬉しい、嬉しすぎる、頑張って頑張る、最後まで頑張る、でもね最後の5分が本当に怖いんだよ、最後の5分にさ10連タワーがバーってあるのをオーディションの時から経験してるからすごい怖いけど、最後の日まで頑張ります、なんでコメント打てないんだろう、あと3枚、台風かな、やっぱり悲しみ、ごちそうさま、コメント打てないの楽しい、なんか一人で喋ることになる、3時に流れ星がリセットされるみたいなので、ん？7のところはできるんですか、なんでやろ、台風？でもそれやったら7のとこも同じよな、なんでやろ明日仕事サボってカフェ行きたい来ちゃえ来ちゃえ休めへんもんな、こんにちは、ほんまに喉ガラガラ、絶対これ昨日新幹線で口開けて寝たからやで、もうめっちゃ喉痛いというか、なんかカスカスやもん、みんななんか叫んでる、治ってくれ、かわいい、ありがとう、感想かしら、どうやろう、え、かわいい、いっぱいありがとう、嬉しい、え、ありがとう、どうなんやろ、バグってるんかな、え、かわいい、いっぱいありがとう、ハートもありがとう、
尊いありがとう。尊くないよ、ありがとう。あ、やっぱ新幹線の中って乾燥してるんや。絶対それや。え、ファイト、ありがとう、頑張る。えい、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 嬉しい、ありがとう。こんにちは。あ、星や、星じゃない。ありがとうね、ファイトたくさん、頑張る。こんにちは。ねえ、ほんとすごいありがたい。ぽんちゃんやっほー、昨日ありがとね。こちらこそ、また来てね。もう来た、ありがとう。星ありがとう。ラジオラジオの後にコラボカフェがあるので、でもなんかちょっと不安になってきた。ももちゃん一人でカフェ大丈夫かな。なんかでもコラボカフェ行ったらあれは飲みたい。一期生さんたちが考えたピーチのやつ、ピーチトリプルピーチ、何だっけ、3人で考えたやつ、あれめっちゃ飲みたい。でコースター絶対マリナさん弾きたいんです。だから明日緊張します。ドキ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 。あった、確か大丈夫です。ほんまにコースターすごいもらえるでしょ。でも分からないですよそんなんでも私はメンバーやからって特別にもらうとかそういうずるいことはしたくないんですよ私はありのままの自分で勝負しに行きたいんですバイトしたことないよ。あ、あるよ、あるけど。マイナさんの写真ありがとう。全然たくさん載せますよ。昨日広かった撮った写真も載せよう。お客さんと喧嘩せんとってな、やるわけないやん喧嘩なんか。私は社長と、車屋さんの社長としか喧嘩したことないですよ。マイナさんが直接もらったら、いやダメですよ、それもメンバーやからできることじゃないですか。私はメンバーやからってもうそんなずるいことはしたくないので私はもうね、もう明日店員さんとして行くので。わかんないんですけど、なんで明日は見学ですか。わかんないんですけど、明日は頼んでそのコースターで勝負を挑みます。絶対にマリナさんをゲットしてやるとか言いながら、どうせ自分が当たるねん、こういう時に限って。なんかこういう自分のなんかこんな困っとうとか困っとうなんか写真とか出てきて、絶対ちょっとイライラしちゃうね自分に。はっはっだってさ、昨日もなお渡し会があって、そのファンの方がももちゃんの写真当たったよみたいな感じ、チェキか、当たったよって言ってくれて見たらなんかこんな困った顔しとってもうなんかもうね、その顔見て困っとる、なんか考え悩んでるみたいな、なんか自分を引いてそれを見せてもらって、なんかめっちゃその自分見てちょっとイライラしちゃったもんなんかごめんなさいと思って、その方にごめんももかが出ちゃってたら、そんな子いいよいいよ嬉しいよって言ってくれたけど、その方ね優しくてねよかったんですけど、もしかしたら内心ねくさーって思ってるかもしれないでも本当にお渡し会楽しかった。なんかね、
なんていうの、頻繁にっていうの、なんかなんて言ったらいいの、近いうちにねずっと会ったらいいのになってめっちゃ思う。ああいうのがなんかお話し会、おしゃべり会ってさ、だいたい1対1じゃないですか。なんかそれじゃなくてなんか4-1とか3-1ってのがなんかすごい新鮮、なんかねすごい楽しかった。しかもね手渡しだから、その CD がなんかすごいね、私たちも終わった後にもう一回したいなっていう話してた。楽しくて、そうあ、定期的にです、頻繁とか言っちゃった。グループおしゃべり会の感覚、グループおしゃべり会をしたことないからその感覚が分からへんけど、多分そうなんかな。ももちゃんの写真引けない、嘘、ももかの写真レアなんかな。でもなんかね、昨日のお渡し会の感想っていうか、なんかイメージはなんかイメージがね、ひろかと、ひろかが一番出てた。ひろかの生写真当ててる人がめっちゃ多くて、なんか先引いたらひろかちゃん出たよっていう人がもうほぼひろか、あとはさほとななもね多かったんですけど、ももかの生写真当ててる人が、その後でエゴサしたんですけど、一人だけしか見てなくて私の生写真って入ってますって思いました絶対入ってんねんけど、なんかほんまにももかの生写真当ててる人がほんま少なすぎて、えって思った。なんかひろかがね昨日ほんまに多かった。ひろかちゃん当たったよっていう人がめっちゃおったなんでなんですか。あ、花火ありがとう。ももか当ててほしいのに、みんなももかのずんぐりむっくり体型の顔パンパン困り顔生写真当ててほしいのに、なんで当たらへんのやろ。レアなんかな。こんにちはこんにちは。あ、すごい、めっちゃ、あ、3時になりました。皆さん3時になりました。わーい、すごい更新されたかな。あ、すごいいっぱい来てくださる、更新されたみたいです。みんな、あ、花火ありがとう。すごい星がめっちゃいっぱい来てる、なんかシャワー浴びてるみたい。更新されました、こんにちは、やっほー。みんなあれですか、カエリさんの生誕に行ってる時ですか、それとも帰りの新幹線とかですか、もう家にいる、家にいますか。連打してくれてるん、ありがとう。どんぶらこありがとう、こんにちは、大丈夫、やめた、ありがとう。3日前4日前か、そうな、3日前か、そうなんです、誕生日迎えました、こんにちは。めありがとう、いっぱい、お、入ります、お、いいですね、こんにちは、どんぶらこありがとう。すごい星がすごい、ありがとう、嬉しい、かわいい、ありがとう、こんにちは。あ、そうなん、なんで怒れへんのやろ、ほんまに、なんでなんやろな。おいなぎた、ありがとう、嬉しい、ありがとう。ゆなちゃんよろしくね。今日ゆなちゃん多分ごちゃお休みやった気がする。来て、来るんやっけ明日って。福岡公演やんな多分、 AKB さん。そうだから、ゆなちゃんに会えへんのよ多分今日。もうめっちゃ悲しい、それが。ゆなー、ゆなー、ゆなー、おーい、ゆなちゃん、
あ、すいません、私って今日何時から配信始めてますか？ゆなたん、確かに福岡心配やな。ゆなちゃん気をつけてね。21分からか。21分ってことは、じゃあ4時21分までやろうかな。いや待って、3時、いやめっちゃ迷う。4時21分。なんかさ、ごちゃがあるから、あーどうしよう。夜もある、夜公演もかぶられへんし、どうしよう。ごちゃ1時間。じゃあ4時21分まででもいいですか？みんな大丈夫さ。あ、でも4時21分、めっちゃ迷う。どうしよう。何分にまでにしようかな。じゃあ3時50分、3時50分にしようかな。こんにちは。3時50分で、じゃあ3時50分でそうします。みんな今日はお休みですか？こんにちは。そう、なんかね、公園にね、あと、そう忘れてた、あのね、今日からじゃなくて間違えた、明日からあれしますね、あの X でちゃんとスケジュールというか時間、ショールームオーディション、ビスのショールームオーディション何時から配信するかっていうタイムスケジュールをポストする、4期生のアカウントでポストするようにしますね。今日スタッフさんからね、あの連絡来て、あのポストした方がいいかもねって言ってくださったから、そうだからちょっと明日から私がポストするので、皆さんよかったらチェックしてください。そう、もうほんまにね、もうみんなありがとうね。なんか桃子が時間めっちゃ変更したりとかしてるのに、何もそれを文句言わずにさ、桃ちゃん頑張ってくれてるからとか言って、優しすぎる。そうだから明日から X でポストします。もうね、明日からって言っても残りね1日2日とかだけなんですけど、そうちゃんと、しかも桃ちゃんの特別写真を貼り付けますので、皆さんぜひその画像も楽しみにしててください。できたと思った？できないんです、やりたいねんけどな。なんかね、 X とか始めた方がね、そうなんていうんやろ、私もいい気がしてる。こんにちは。コメントやっとできた。なんでなんやろな。ほんまになんかバグってるな今。みんなできひんって言ってるし、なんでなんやろ、なんのバグなんやろな。ビスおービスおー、そうみーみゆさんのねビスも見ました。めっちゃ可愛かったです。あ、ごめんなさい、今のプーはこれですからね。勘違いしないでね。こんにちは。なんかね、結構そう思ったらあっという間やなって思う。コメントできない。なんやろその分。これです。さっきなんか手こうやってやってたらプーってなっちゃってびっくりした。こんにちは。ちょっと焦った。ダンブラコありがとう、こんにちは。あー、フォローありがとう、嬉しい。スピンやのにレモネード作りをしてやってほしい。じゃあやろう。ほなやろう、こんにちは。ほなやろうと、こんにちは。
今日何の髪型でいこっかな、ラジオ一つがくりにしよう。慣れておくれる。もうみんな慣れちゃってるんか。なんでこんな不具合になっちゃうんやろ。更新とか押してみたら、右上のさ点点点があるとこで更新ってあるか、更新をしてみたら。なんでそんなバグってるんやろ。一回じゃあショールーム落としてみたら。他のルームではコメントできるん。ももかのとこだけ更新してもエラーなる。なんなんやろな。なんなんやろ。ももかのとこだけかな。なんでやろ、ようわからんな。バグない、バグやな、ほんまに、ほんまにバグやな。こんにちは、やっとコメできた。あ、他のルームもなんや。やっぱ台風じゃない台風な気がする。みんな台風にはほんまに気ぃつけてな。なんかさ、台風でさ、なんかプーってこれおならじゃないよ。あ、おならとか言っちゃった。あ、ごめんなさい、ごめんなさい、本当に。あ、待って、言っちゃった、ごめんなさい。こんにちは、間違えた、間違えて言っちゃった。こんにちはごめんなさいそうやんな、ごめんなさい。なんかさ、台風ってさ、なんかお仕事が、あのお仕事が休めるから台風来いとか言ってる人とか中にはいるとは思うけど、本当に台風って怖いからね。みんな喜ぶことじゃないからね、本当に。ま、なんかね、守るんだよ、自分の、自分のことを。はい、喜んではダメです。それでは、実家は大丈夫なの。え、どうなんやろう、全然分からへんけど、多分大丈夫って思うしかない。うん、でもね、9月のね最初の方に兵庫ね帰れるから、もうめっちゃ楽しみ。4ヶ月ぶりかな、帰れるの。おばあちゃん家にも行こうって思ってる。ハートありがとう。こんにちは。喉がね、こんにちは。私は配信を切ったらちょっとだけ仮眠して、かえりさんの生誕祭を DMM で見てます。で、明日の準備もする。実家で食べるご飯で好きなものは何ですか。レンコンハンバーグです。お母さんの作るハンバーグは世界で一番美味しいんですよ、ほんまに。なんか高級焼肉店よりも美味しいんですね。おいこちゃんも会えますよ。おいこちゃんね、なんかめっちゃデカなってるみたいですあ、やっぱそうなんや、コメントできひんのやな。なんなんやろな、なんでなんやろ。多分今日はずっとそんな気がする。みんなの様子見てるとそんな気がせえへん。こんにちは、もう来た、ありがとう。こんにちは。おいっ子ちゃんの成長を見てきますね。めっちゃ大きくなっとった、どうしよう。前までこんなんやったのに、もう私の身長ぐらい伸びとった、どうしよう。私ビビってまうわ。こんにちは。あ、星ありがとね。そう、でもね、最近はね、もうね、ほんとニキビがひどかったんですけど、ちょっと治ってきて、なんかもっとひどかったんですよ。もう至るとこに
なんか白ニキビとか赤ニキビとかもなんか痛い、触った痛いニキビとか。おいくちゃん何歳ですか。え、何歳なんやろ、分からへん。2歳とかじゃない？ 1 歳か2歳ぐらいじゃない、分からんけど。なんかでも生まれてそんな経ってない気がする。こんにちは。でもね、深夜ラジオなんですけど、今日はストレスか。でもそんなストレス溜まってないけどな、多分あれかな、バタバタしちゃってたからかな。なんか一回さ、もう人生で初めてこの間メイクも落とさずにそのまんまなんか気絶したように寝ちゃってた時があった。パタンって。そのまま寝ちゃってて、あの朝の5時に起きるっていう、めっちゃなんか なんていうん、めっちゃね健康的な健康的な時間に起きました。あ、そうそう、配信終わってお風呂入ろうと思って、あと5分後にお風呂入るかと思って、なんかしたらもうそのまま寝ちゃってて、そうだからメイクも落とさずに寝ちゃってて、もう本当に、あ、肌終わったと思った、その時。しかもその時めっちゃ荒れてる時やって、あ、もっとやばいことしちゃったと思った。カピカピやった。え、私本当にこんなこと聞きたくないかもしれないんですけど、なんか私って乾燥肌じゃなくて結構なんちゃら肌なんですよ。なんて言うの、こんにちは、なんて言ったらいいの、もちもちっていうの、わからへんけど、だからカピカピにはならないです。混合肌、え、それじゃなくて何だっけ、なんちゃら質肌みたいな。あ、そうですね、油っぽいですねしっとり肌。え、タオありがとう、嬉しい、ありがとう。和弘さん、和弘さん、クマタオありがとうね、嬉しい、ありがとう、ありがとう、本当にありがとう、クマありがとうね、嬉しい。こんにちは。鳥肌、え、何やったっけ、忘れてもった。なんかしし脂質みたいな脂質じゃないけどなんか脂質みたいなやつなんです。だからね、カピカピにならないんです、私の肌。こんにちは。そうだからもう肌質改善に行きたいなと思ってて、そうだから自分のお誕生日プレゼントとして、なんかね、医療で、医療なんかな、医療だったと思うんですけど、医療でね、なんかその肌が結構私的には毛穴詰まりがすごいから、それをちょっと改善しに行こうかなって思ってる。だからすっぴんでもめっちゃ可愛くなるみたいな毛穴がねめっちゃ嫌だから、そう、それ自分の誕生日プレゼントとして、そう多分ね、医療やった気がするんですけどね、なんかエステよりやっぱ医療の方がいいと思うから、だからそれに行こうかなって今考えてる。そう、それか、あ、でもね、これはシンプルに誕生日プレゼントとかじゃなくて、なんかいつも頑張ってるねっていうご褒美としてメンバーと同期のね、仲良しのメンバーと今はめっちゃデデデイランドに行きたい、もう超行きたいんです今、だから行こうっていう話してます。そう、前はね、サホとかナギとかと一緒にいたんですけど、そう
行ったんですけど、もう一回温泉ランド違うな。でも温泉ランドでもいいけどな、なんか温泉好きやし。そう、でもめっちゃ行きたいんです今、ネズミの王国に。なんかそのネズミの王国ってさ、なんか今新しいエリアができてるんですね。アナ雪とか、あ、雪雪とか、あの髪の毛長いチェルとか、あのピーピーパンとか、そうそう、もうなんか新しいエリアができてて、私そのね新しいエリアの中で本当にあの雪雪が本当に好きなんですよ。もうね、私これお父さんと一緒に映画館、お城大会の後に小学校の時に一緒に映画館に行った時にから本当にハマってて、私人生で初めて買った CD が雪雪なんです。とかあの地元のカラオケ大会であの雪雪の某あのコスプレをしたりとかもう本当好きだったんですね、ちっちゃい頃から。でもその髪の長いツェルもめっちゃ好きなんですよ。そう、髪長ツェルも大好きで、そうだからめっちゃその新しいエリアに行きたいから、ちょっとね今もしかしたら誰が見てるかわかんないんですけど、ちょっとねまあさほちゃんとかななちゃんとかなぎちゃんとか、まあ、もう4期のみんな、うん、とか、ま、先輩マリナさんとか、もう本当にもう どなたでもね、もうすごく嬉しいので一緒に行きませんか一緒に行ってください、私と一緒に行ってくださいよはいマリナさんほんまにその通り。ちょっと待って、めっちゃあの喉がガサガサになる今日、ごめんね、永遠ミュートしちゃって。でもほんまに行きたくて今、そう、でもおそらく行けるんですね、同期と、わかんないけど、行く予定は立ててないけど、なんか行かへんって言ったら絶対に「え、行こう」って言ってくれる同期がおるから、おそらく行けるから超楽しみですね。私はみんな優しいから「行こう行こう」って言ってくれる。こんにちは、お誕生日おめでとう、ありがとう、嬉しい。ちょっと待って、サホちゃんすぐいいよって言ってくれそう。なんかね、サホはいいよっていうよりかは、多分サホもめっちゃ行きたいから、え、行こうって言ってくれる。私も行きたいと思ってたみたいな感じで、なんかもうすごいなんて優しい回答をしてくれる。え、行こうよみたいな感じで言ってくれる。で、ナナはいいよっていう感じ、行こう行こうって感じ。もうね、それぞれ可愛いですよ。ナギはどんなやろかな、ナギに行こうったら、え、いいよ、え、マジで行こうって感じこんにちは。で、ヒロカとかは、え、行きたいですこんな感じ。うんうん、ハートありがとう、こんにちは。そう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 、こんな感じなんですよ。で、ももかが、ももかやったら、え、マジで行こう、え、マジで行こうあのね、私はなんか、え、行かへんとか言われても、大体そういうのってなんかね、あの口約束だけで終わっちゃう場合が多いんですよ。だから私はあの本当に誘われたらもう圧で、え、マジで行こう、え、マジで行こうっていう真顔で真顔で圧をかけてしまいます。私はもう絶対行きたいから、誘われたからにはもう絶対行きたいから、え、マジで行こう、え、ほんまに言ったでって感じで言います私は
はい、これが奥村桃香ですね。え、マジで行くでっていう感じ。こんにちは、四期配信でナギがやってた桃香のマネ、桃香のマネのマネ、え、桃香のマネ、あ、ナギ今どこおったってやつ違う、あれはスプリングコンサートの時に、なんかあのね、私ナギと親身やったんですけど、ナギがなんか全然違う場所におったから、桃香がなんか、ナギ、ナギ今それどこにおったってめっちゃ言って、ナギがえ、ここおったら、いやそこじゃない、こっちそう、頭がいっぱいいっぱいでそう、私ほんまにスペリングコンサート覚えることがいっぱいいっぱいで、だけどやっぱ新名やったら教えてあげないと絶対もしかしたら分かってないかなって思っちゃって、あの言っちゃうんですよ、ナギ、ナギ今どこおったあ、そこじゃない、こっちこっちって言って、それがほんまに1日に1回ありました次の日もナギ、ナギそこじゃない、どこ、どこおるそれこれです、これが奥村桃香でございます。こんにちは。そう、なんかね、偉そうって聞こえるかもしれないけど、私は愛がある、あるので、はい、愛がありますので勘違いだけはしないでください。愛がありますので、私、愛がなければ私もなんなら教えないんですからね。はい、こんにちは、こんにちはなぎって言ってた。怖いですね、怖くないよ、怖がられたら今頃ももかとなぎは仲良くないですから。田村子ありがとう。でも言ってくれるなぎが、ももちゃんがあの時になんかちゃんとなんかビシッて言ってくれてよかったって言ってくれた、言ってくれてなかったら私はもうって言ってた私はもう何って言って、でも私はもう本当になんかもう続けられてなかったと思うって、めっちゃ嬉しいこと言ってくれた、この間こんにちは、もう私は本当にビシッて言っちゃうから、もうだからね、そう、もう絶対嫌いな子は嫌いかもしれないけど、そうそう、でも私はみんなのことが大好きだよ、ハートありがとう。ありがとう、お誕生日、そう、お誕生日迎えて21歳になっちゃったんですよ。私、何ですか21歳って、21歳ですよ、なんかもっと大人になりたいんですけど、本当にね、なんか私は子供なんですよね。ハートありがとう、子供ちゃんなんです。待って、なんかすごいさ、初訪問がめっちゃ多いんですけど、何事ですか、何の初訪問かしら。ありがとうございます、嬉しい、奥村桃香です、応援してください、めっちゃ頑張ってる、めっちゃ頑張ってるとか、みんなも一緒に頑張ってくれてるので一緒に頑張りたい。おしゃべりか怒られる分あるんですか、ないですよ、でも怒ってくださいって言われたら怒りますよ怒りますよ、全然、私はね、もう お話し会ではね、みんながね、みんなが会いに来てくれてるんだから、私は何でもお願い事は聞きますよ、住所とかは言えませんが、お悩み相談でも全然いいし、なんかもっちゃんに怒られたら泣きそう、んもぼかね、怒ったらそんなガチギレとかじゃないから全然怖くないで、なんかほんまになんかゆっくり静かに怒る、なんかそういうのはほんまになんか良くないと思うしみたいな感じで言うだけやから、なんかもぼかが怒ったらなんか関西弁でさ、お前何しとんねんみたいな感じでの想像かもしれへんけど、全然違うのでご安心ください。ごめん、喉飴食べる、喉痛いから。私の怒りはほんまに落ち着いて怒る、なんかそういうのは本当になんか見てる人からしても良くないと思ったしみたいな
って感じ。いやでも本当に注意しないと本当に治らない、治らないっていうか多分ね、気づけてない、気づかないから、なんか私もなんか間違ってることしたら注意していただきたいし、そうそう、私は気づかないタイプなんですよ、悪気があって行動してないから。だから注意する人も必要かなって思う。こんにちは、こんにちは。うん、わーって怒ったら、なんか感情的になったら私ほんまに終わるんですよ。うんうんうん、なんか私が感情的になっちゃったら、私感情的になりすぎて泣きながら怒っちゃうんですよ。なんで分かってくれないのみたいな。ちっちゃい時がそうだったんですけど、今はだいぶ落ち着いて、なんか話、なんかそういうのはってなる。やばい、のど飴めっちゃ美味しい、マヌカハニーみたいなやつ。うんうん。おいしい、おいしい。こんにちは。でもやっぱみんなが頑張ってくれてるからこそ、私は絶対3位以内に入りたいなって思ってる。うん、はあ、でも緊張するね本当に。配信は50分までします。荒れてます、ほんまに。傘持っていくわ、ありがとう教えてくれて。こんにちは。でもマジで痩せたい、痩せたすぎる。うん、ハートありがとう。ありがとう。でもさ、私めっちゃその NGT カフェに超行きたかったから、明日は、てかまず台風コントってほしい、マジで邪魔しないで、本当に邪魔しないでください、お願いします。やだやだ、こんにちは。とりあえずこぼさないようにね。もうこんな感じでもうお盆乗せてるけども、こうやってお盆とこうやって持ちながら行きますね。ごめんなさいね、なんか私のなんか水滴がなんか私の手の温度でなんか氷とかなんか冷めちゃってたら。しばらく動かない？なんで？名古屋の近くでなんかあんのかな、台風の中で。私の手の温度が暖かすぎて、ちょっと氷とか溶かしたりとか、なんかアイスクリーム溶かしたらごめんなさいね。予約せんでも、うん、いけるらしいよ。なんかさっきコメントで見たけど、なんか9月からなんか先行やったっけ、予約なしらしい。分からへん、なんか嘘の情報やったらあれやから、ちょっとホームページ見てほしいけど、
多分おそらくいけると思う。台風も味噌カツ食べてる。あ、そういうこと。でもダメやで、そんな邪魔したあかんで台風さん。こんにちは。あ、そうなんや、新幹線止まるんや。うんこ、じゃあ帰れるんかな。こんにちは、よろしくマンモス、よろしくマンモス。こんにちは。こんにちは。距離近いんやって。レイナさんあと30分後に始まるやんな、カフェ。どんなことすんねやろ、レイナさんに聞こっかな。どんなことしましたか。それか多分ファンの人が載せるかな、載せてくださるかな。ほらありがとう、楽しみにしてますね。レポ感想楽しみにしてます。元気やな公園の子供。こんにちは。うん、ありがとう。どこでもドアください。え、でもほんまにその通り、どこでもドアが一番欲しいかもしれない。ももか、なんかみんなもしもボックスが欲しいって言うけど、もしもボックスよりあら可愛い。ありがとう、嬉しい、ありがとう、嬉しい。今日みたいな日は特に、今日みたいな日、明日夏休みね、終わりやな、寂しい。夏が終わっちゃいますよ。私結構ね、夏って着る服とかあんまなくて好きじゃないんですけど、でもやっぱ何気に夏っていいですよね。まあでも暑いからまあ好きじゃないけど、私的には秋が好きやから楽しみ。お芋の季節が来ますね。お芋大好き。傘いらず。あ、そう、駅前なんや、原宿の。かぼちゃも好き、かぼちゃ大好きやし、サンマも好き、秋の食べ物サンマも好きやし、なんやろ、他に何があったっけ、何があった、秋といえばかぼちゃとさつまいもと竹下通りの入り口。え、すごい、そんなとこでやってるんや、楽しみ。こんにちは、紅はるか。あ、待って、それな、オオカモ大好き、金木犀。私金木犀大好きすぎて、私学校ね農業高校やったんですけど、農業高校に金木犀の木が1本だけ生えてたんですよ。私いつも金木犀の下で、下に座ってなんかお菓子とか食べてた。もういい匂いすぎて、ほんまにね落ち着くんです、金木犀の匂いって。でも私金木犀が一番大好きかもしれへん。うん、ほんま好き。いいですね金木犀って。なんか私ね、お母さんの誕生日プレゼントに一回金木犀の香水あげたことがあるねんけど、お母さんがそれつけてくれてて、なんかね前ね帰った時にめっちゃいい匂いして、え、これ何の匂いって言ったら、私のあげた香水の匂いでした。そう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 、金木犀いいよね。ああ、そうなん。え、金木犀って1週間くらいやっけ。なんか学校の金木犀ほんまに
3週間ぐらいに寄ってた気がする。あ、でもね、私のお家のね横にもね金木犀あるんです。だからね、そう、あ、金木犀っていつから咲くんでしたっけ。10月かな、なんか10月頃のイメージかも。でも私10月がめっちゃ好き。え、それな、金木犀のね時期やもんな。金木犀めっちゃいいよな。会場にも金木犀あります。え、ほんまに。じゃあもうか、金木犀の下でピクニック開こうかな。サンドイッチとか作っていこうかな。こんにちは、こんにちは。金木犀の歌もいいね。金木犀の歌って結構あらへん。どの歌。こんにちは。金木犀味のジュースとかおいしそう。え、ちょっと私パスかも。だってさ、金木犀味のジュースが今でもないってことはちょっとおいしくないんじゃない。え、だってさ、想像しただけでちょっと私はパスかも。だって想像してみてや。ちょっとあれ匂いがいいだけやって、マジで。絶対飲み物にしたらちょっと罰ですよ。待機してました。おえー、東京会場の近くにあんねんな。え、東京のおしゃべり会って何月やっけ。10月か。えー、楽しみ。東京の皆さんこんにちはって初めてできる。東京の皆さん、奥村桃香が東京に舞い降りましたよ。フォローありがとう。桃香来た、ありがとう。こんにちは、東京の皆さんこんにちは。奥村桃香が東京へ舞い降りました。そして今日も舞い降ります。明日も舞い降ります。明日は原宿に、人生で2回目の原宿に行きます。やばい、私さ竹下通りさ1回だけ行ったことあるねんけど、暑くて、人が多いのと暑くてちょっと嫌すぎてすぐ帰ったんです。だから明日の竹下通りが人生で初みたいなもんなんですよ。ドキ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 。こんにちは。クレープとか食べないと。うん、なんかは一瞬のパンケーキ食べたい。花火パチパチさしたい。あ、5、6か。えー、楽しみ、めっちゃ。東京流通センター E ホール、わー楽しみ。みんな来てな、みんな来てくれる。なんかおしゃべり会さ、ほんまにみんなと話すのがほんまに楽しくてもうたまらんからさ、いっぱいいろんな人に会えるの超楽しみで、ずっと待ってるから来てくださいね。もう何の話でもいい、なんかね。何の話でもいいので。日曜日行く、日曜日、来週の、あ、来週じゃ、再来週か。おしゃべりか、オフラインか。私はその週に兵庫に帰ります。兵庫久しぶりに帰れる、おばあちゃんに会える。こんにちは。東京両方行く。おお、嬉しい。あ、10月の東京のやつか。やった、待ってますね。嬉しい。え、でも結構多分初めましての方もいそう、東京やったら。なんかね、ごちゃんのリスナーさんがね、東京なら行きたいかもみたいな感じで言ってくださった方がいたから、もしかしたら中にはいらっしゃるのかなと思った。わかんないけどね。こんにちは。もしかしたらその人申し込み忘れてるかもしれないから、もう一回言ってみるけど。ごちゃで。ハートありがとう。こんにちは。お、ハ
ートありがとう。お支払いしてきた漢字が推しになってる。嬉しい、ありがとう。やったやった、たくさんお話ししよう。やったね、のんばらくありがとう。かわいい、ありがとう。かわいくないよ、ありがとう。お供します。よし、お供してください。待って、何分にしようかな。48分になったら男女読みますね。だからあと5分後に男女読みますので、よろしくお願いします。こんにちは。騒がしい公園かわいい、ふぅ、すごく多いよ。そうなんや。でも多分東京の日もね、ごちゃ終わりかな、ごちゃ終わりやから、すごいアドレナリンが出てる気がします。こんにちは、もう終わりか。うん、あと4分後に終わっちゃう。ちょっとね、何分からしたっけ、2時21分からしてたんかな。1時間ちょっとしてましたので、またね夜会いましょう。今日はね、多分ホテルからかごちゃんの会議室で配信また夜しますので、来てください。来て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 、カジちゃんにもよろしくね。うん、言っとく、カジちゃんカジちゃんと今日も会えますので、こんにちは、こんにちは。みんないっぱい星投げてくれてありがとうね。そう、カジちゃんといつもね配信コラボしてるんですよ。あ、そう、今日よっちゃんいかんですよ。さっきお風呂入ってきたから着る服なくて、よっちゃんいか着てます今はい、こんにちは。やばい、めっちゃ暑い。ああ、流れ星ありがとう、嬉しい。ありがとうね、みんな、ほんまに今日は。なんか私が全然ちょっとお風呂入ったりとかしてめっちゃ遅れちゃったりしたのに、相変わらずこうやって来てくれて嬉しかったです。じゃあ夜も来てください、待ってるので。こんにちは、こんにちは、ありがとう。ねえ、夜ね、台風とどうなるんやろな。でもやっぱ台風怖いからちょっと早めにね、私も行きたいと思っているんですけど。そう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 、ともします。もう終わっちゃうのもう終わっちゃうの配信、ごめんね、ちょっと早いんですけど。そうなの、まあ、でもみんなほんまに気つけてくださいね、台風なんかね、どうなるか分からへんから、なんか遅く進んだりねしてるから、なんかね、いつもと違う台風な気がするし、だからみんな天気にはお気をつけて行動してください。自分の身は自分で守ってください。はい、夜お会いしましょう。ありがとう、ほんまに楽しい時間を過ごしました。男女呼んでいいかなあれ、通り過ぎて、あれ、あ、そっか、今名古屋にいるんか。通り過ぎ、あ、そっかそっか。でも無事に何にもなく、よかった。楽しくて台風忘れてた忘れんとって、危ないで、気ぃつけて、ほんまに台風怖いから。こんにちは、よかったらフォローよろしくお願いします。うん、そうなんですよ。そう、今日チャット全然遅れてないから、あ、移動中にいっぱいチャット送りますね。その誕生日の時の動画もね、あの後ろから撮って、あのアユがね動画撮ってくれてるから、それも送りますね。でもスタッフさんの顔が映ってるから、ちょっとその部分を隠したりしないといけないから、もしかしたらマリナさんの優しい微笑みの場面がちょっと見えないかもしれないんですけど、でもすごいね楽しい雰囲気は伝わると思うので、今からチャットにその動画を送りたいと思うのでお待ちください。はい、というわけで壇上を読ませていただきます。13位大将さん、ありがとうございます。12位なゆきさん、ありがとうございます。11位キロちゃんさん、ありがとうございます。10位ひろ兄さん、ありがとうございます。
9位秀夫さんありがとうございます。8位シュービーズさんありがとうございます。7位ジャンさんありがとうございます。6位マミマミさんありがとうございます。5位ふわふわさんありがとうございます。4位グリーンティーさんありがとうございます。3位ケイちゃんさんありがとうございます。2位タクゾーさんありがとうございます。そして1位がじゃじゃーん、近藤和弘さんありがとうございます。和弘さん本日はもう本当にこんな素敵な素敵なタワーをたくさんありがとうございました。皆さん本当に最終日まで精一杯頑張りますし、もうね本当に最終日どうなっちゃうかわからないんですけど、楽しく配信終えたいなって思ってるし、みんなのこのアイテムを絶対に無駄にしたくないって私は思ってるので、これからも精一杯頑張りますので応援よろしくお願いします。はい、それでは皆さん今日は本当にちょっと時間が前後になっちゃったりして申し訳なかったんですけど、来ていただいてありがとうございました。カミカミで申し訳ない。はい、では私は今からちょっと深夜ラジオの準備をして東京へ向かいたいと思います。ありがとうございました。向こうに着いたらもう一度配信しますので、フォローがフォローしたら通知が行くのでフォローよろしくお願いします。それでは皆さんバイバーイ。みんなありがとう。今日も残り数時間頑張りましょう。ありがとう。じゃあ皆さん配信切ります。バイバーイ。私ちょっとだけ寝るよ今から。ちょっとだけ仮眠するよ、30分だけ。ありがとね来てくれて。じゃあみんなバイバーイ。またねまたね、ありがとう。体調気をつけてな。うん、喉のねちょっと調子を整えますね。ありがとうございました。こんにちは。もう終わっちゃうの。バイバイ。あ、すごいなんか今星がすごい投げてくださってありがとうございますね。ちょっとこれが終わったら私は配信切りますね。ありがとう、嬉しい。ありがとうね。もう切っちゃうけどごめんね。こんにちは、またねまたね。ありがとうありがとうありがとうね星、嬉しい。ごめんね、ありがとうね、ありがとうね、あ、ありがとうね星。ありがとう、投げ終わったら切るね。ありがとうね。じゃあ切っていいかな。投げたかな。いってらっしゃい、行ってきますね。ありがとうね。あ、ありがとうね。ありがとうね。あ、星ありがとうね。ありがとうね。ありがとう。あ、ありがとうね。ありがとうね。ありがとうね。じゃあもう切ろうかな。大丈夫かな。ありがとう星。ありがとうね。誰が投げてくれてるんだ。ありがとうね。嬉しい。ありがとう。やっぱり星が鳴り止まないですね。星私大好きなので星投げ終わったら配信切りますね。ありがとう。ありがとう星、嬉しいよ。ありがとうね。ありがとうね。今からカイリさんの生誕祭をもう見ますね私は。ありがとう。じゃあ配信を切ろうかしら。大丈夫かな切っても。 ありがとう、ハートもありがとうね。ありがとう。待って、これ切るタイミングを失っちゃいました。どうしようどうしよう。じゃあ切っていいかな。切りますね。じゃあみんな今からも頑張りましょうね。ありがとうございました。じゃあ切り、本当に切りますね。ではでは。